はい、どうも皆さん、こんにちは、ゼッコです。それでは今回なんですけども、Y モバイルよりついに8月からデータ繰り越しサービス開始、データ増量オプションも拡大ということで、今回は Y モバイルについてですね、この動画では僕が普段利用している Y モバイルが8月からパワーアップするということの発表がありましたので、そちらについてお伝えします。普段からですね、Y モバイル利用されている方はぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう ちょくちょく僕が動画で紹介しているこちらの Y モバイルなんですけども、お題の通り8月よりですね、Y モバイルの料金プラがパワーアップされるということで発表がありました。 いてことでね、公式ページを見ながら一緒に見ていきましょう。こちら、ワインモバイルの料金プランがパワーアップ8月予定ということで、まだ特に詳細の情報出てないんですけども、ざっくりとした情報が今現在発表しております。で、発表された情報というのは大きく2つありまして、まず1つ目がデータ繰り越し登場。余ったデータを無駄なく使えるということで、いや、ほんとね、今までこのデータの繰り越しがあるかないかで、ワインモバイルの契約をするかしないかというので、すごい迷った方多かったと思うんですよね。まあ、これまでの携帯キャリア ある程度なんかデータ繰り越しみたいなサービスっていうのは多かったと思うんですけども、ワインバイオに関してはなぜかずっとなかったので、8月からスタートするっていうのはかなり、 ワイモバイルユーザーの僕としたらめちゃくちゃ嬉しいですね。で、二つ目なんですけども、データ増量オプションで、毎月のデータも増量、シンプル M なら 20GB ということで、またこちらもね、後ほどお伝えします。まあ、小分けにして一つ一つ見ていこうと思うんですけども、まずデータ繰り越しの方ですね。こちら一つ目、この対象となる方は、シンプル SML プラン。これらに入っている方が対象となります。まあね、僕の動画見ていただいて、プラン変更された方であれば、このシンプル SML プラン、どれかに該当されるか 方はいらっしゃるのかなと思いますで、このデータ繰り越しに関しての申し込みは不要みたいなのでもう自動的にねまあ、切り替わるってい言い方変かもしれないんですけどもそのまま反映されるっていう感じでいいかなと思いますで、追加料金も特にないということでございますので本当にこれに加入されてる方はもうそのままで大丈夫ですよということですねで、シンプル M の場合ということなんですが YMR の現在の新料金プランというのが3つに分かれておりましてこれがシンプル SM プランということで今お伝えした M プランに関してはこちらの内容 となっておりますまあ、月額の基本料であったりとか割引がされてということで元々の通信容量が月に 15GB そして データ増量オプションに入っている場合は、プラス 3GB されるので、18GB まで可能となっております。で、ここのお題に出ているようなシンプル M の場合に関したら、例えば、元々のデータ使用量っていうのが 15GB なんですけども、その月に 10GB しか使わなかったと。その場合は 5GB 余るので、この 5GB 分を翌月に繰り越すことができると。しかもね、この規定容量の 15GB、元々ある 15GB からさらに上乗せされるということなので、 実際に 20GB までいや、これは結構でかいですよね。後ほどですね、僕の例をお伝えするんですが、まあ、実際にね、僕も 10GB も使ってない月も結構あったりするので、この繰り越しっていうのはめちゃくちゃありがたかったりします。 で、ちょっとね、この部分にも追加された情報があるんですけども、データ量は繰り越し分、規定容量、追加購入データ量の順に消費されるということですので、なので、これに関したらね、本当に繰り越し分が余ってれば、それだけで毎月過ごせそうな場合もあるかもしれないですよね。これはね、おそらく YMOILE のマイページとかで確認ができそうなので、まあ、実際に8月9月とかで、まあ、しっかりと反映されてるかどうかっていうのは、実際にちょっと見たいとこではありますね。で、次、ここの2つ目ですね。繰り越したデータ容量は、翌月末まで利用可能です。 次のここの2つ目なんですけども、繰り越したデータ容量は翌月末まで利用が可能となっていると。そして、繰り越しできるのは、規定容量とデータ増量オプションで、増加したデータ容量のみであり、通常速度に戻す申し込みで、追加購入されたデータ容量は繰り越しできませんということで、まあ、これ僕自身はまだ今のだ利用したことはないんですけども、いわゆる通信制限かかって、プラスいくらいくら払ったら、何 GB 追加されますよというようなオプションがあるんですけども、 ま、それがこちらの画像を参考にしていただければと思うんですが、1回あたりが550円で 0.5GB 増やすとか、ま、そういったものがあるんですけども、その追加購入された 0.5GB は繰り越すことができませんので、ここは注意が必要かなと思います。そして、繰り越しできるデータより上限があります。詳細は決まり次第別途お知らせしますということですので、一応、イメージとして 5GB 分はま、この図を見る限りは繰り越しができるっぽいので、最低この分は反映されるというふうに思っていいかなと僕は思ってます。まあ、あとはね、 この上限がどれぐらいになるのかっていうのはね、また詳細決まり次第ちょっと楽しみにしたいところではありますね。あ、で、先ほどお伝えしたように、すでにシンプル SML に加入されているお客様は、どちらも改定後、順次適用されますということになってますね。で、二つ目のデータ増量オプションで、毎月のデータも増量、シンプル M なら 20GB ということで、こちらの内容に関しても先ほどと同様に、対象になる方はシンプル SML のプランに入っている方、そして申し込みはこれ必要となってます。まあ、それがこの真ん中のところです ね、データ増量オプション550円。 有料のオプションなんですけども、まあ、一部ね、今のところ無料で利用されている方もいらっしゃるかと思うんですが、現時点では、これに加入した場合は、シンプル S プランであればプラス 1GB されて、シンプル M プランであれば 3GB されると。そして L プランも 3GB されるという有料のオプションとなっております。で、それがパワーアップするということで、ここですね。もともと 1GB だったのが 2GB にアップして、3GB だったのが 5GB。そして、こちらも同じように、3GB が 5GB にアップするということでございます。 のでなので、こちらを見ていただいたらわかるように、もうデータ容量がね、本当に余裕を持って使えるようになってきてはいますよね。しかに、しかもここも出てるように、データ増量分の余ったデータも翌月に繰り越せますということでございますので、データ増量オプションにも入ってても、これが繰り越せるっていうのはめちゃくちゃでかいですよね。 でですね、まあサンプルとしてではないですけども、僕がまあちょっと前にその新プランに変更して、過去3ヶ月、どれぐらいですね、僕自身、ゆずひこ自身がデータ使用量は使ったのかっていうことで見ていただきたいと思うんですが、 僕が加入しているプランですね、ワイモバイルで加入しているプランは先ほどお伝えしたようにシンプル M プラン、こちらがですね、15GB。で、データ増量オプションの 3GB も入っておりまして、今はちょっと割引が適用されているというような状況となっております。で、過去3ヶ月なので、一応3月、4月、5月、料金が確定されている分だけピックアップをしております。 で、まず3月使ったデータ使用量が 7.05GB。まあね、これを見ていただいたらもうわかるように、もう 15GB でさえも全然届かないと、僕の中では結構使った方かなと思います。で、4月に関しては 8.44GB。こちらもね、意外と使った方かなと思いますね。で、5月に関してはなんと、ほとんど使ってないんですよね。4.79GB ということで、まあ、正直ね、今自、自粛期間中ということで、自宅にいることがすごい長いので、自宅の Wi-Fi 環境をほとんど使っていることが多いんですよね。なので、ほとんどデータ 通信容量もうう使わなないいっていう感じなんですよあとは、楽天モバイルを使ってるので、まあ、6月でね、無料の期間が終わるんですけども、テザリングでうまく使ってたっていうのもあります。なので、もしそれが終わったら、ちょうどこれぐらいの 15GB とか、 データ増量オプション分のととかかははちょうど届くんじゃないかない僕自身は予想しておりますで、それを踏まえた上で、この実質ね、18GB 僕が持ってる状態なんですけども、どれぐらい余ってるのかっていうことで、3、4、5、一気に見ていこうと思います。じゃんということで、こんな感じですね。もうそのままね、18GB、この2つを合わせた 18GB を引いた残りのギガ数ということで、3月の場合は 10.95GB、4月の場合は 9.56GB、そして5月の場合に関したら、 13.21GB ということで、これぐらいね、毎月僕の場合は余ってるってことなので、これを繰り越せるようにできるっていうのはかなりでかいかなと思います。まあ先ほどね、見た図の場合は 5GB 分がね、繰り越してるっていう感じだったんですけども、この上限とかがどれぐらいになるのかっていうのは詳細が決まり次第ということだったので、少し楽しみになってくるとこではありますね。うん、ですけども、本当に今回のワインバイルの繰り越しっていうのは、かなり、 大きいかなと思います。これを見た感じでは。ということでね、本日お伝えした内容をまとめていこうと思うんですけども、今回の料金プランのパワーアップに関しては、スタートする日程として8月を予定しているということになっております。で、発表された内容は大きく2つございまして、まず1つ目はデータ繰り越しが開始されるということで、対象となる方に関しては、シンプル SML プランに入っている方が対象と、で、申し込みは特に必要なくて、追加料金も不要となってます。で、先ほどお伝えしたように、繰り越しできるデータ要領に関して たがあるみたいなんで、すすけどもこれららに関しては詳細がが決まり次第です、ね、別途お知らせがあるみたいで,すでデータ増量オプションに関したら、これもね、評価がされるということなんですけども、1GB か 2GB に増えるので、トータルで元々の基本使用量と合わせて 5GB 分使うことができると。で、M プランの場合に関したら、元々 3GB の増量オプションだったんですけども、それが 5GB に増えるので、実質 20GB 分使えるようになると。そして、シンプル L プランに入っている方に関したら、3GB から 5GB 分増えるので実質 30GB 分使えることができるのでまあ、かなりね余裕を持って使えるとしかもこのデータ増量オプション分に関しても繰り越しができるということになるんでそこら辺はねこの詳細が決まり次第ということになるかなというふうに思いますまあそんなこんなで今回はワイ y m ルの料金プランが8月からパワーアップされるということについて大きく2つお伝えさせていただきましたいや本当ね今僕の場合はデータが余ることが多かったので 繰り越しができるっていうのは僕自身は結構大きいかなと思います。まあ、先ほどもお伝えしたように楽天モバイルの無料期間というのがもう6月いっぱいで確か終わるので、それが終わってみて、まあ、ちょっとね、まあ、8月からなので若干の期間はあるんですけども、その際にデータがもし余った分が繰り越せるっていうのは個人的にはめちゃくちゃ嬉しいです。まあ、データ増量オプションもね、繰り越しができるっていうことだったので、 もし加入されている方はね、本当に助かるんじゃないかなというふうにも思います。ま、ぜひですね、今回の、ま、ぜひですね、今回の繰り越しのことであったりとか、データ増量オプションについてなど、思うことがあればですね、コメント欄を書いていただければなと思いますで。今回参照させていただいた公式のリンクも概要欄に貼っておきますので、詳細気になる方ぜひチェックしてみてくださいということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。